世界で一番好きなあなたに、卒業の日に思い席が近くて好きになったきっかけとか本当些細で、ストレートな褒め言葉、話しやすいとかお似合いってからかわれて二人して否定、友達の時間が長すぎる二人です、異性として見てくれない、それでよかった好きなんです。